アルゴノートは、イギリス海軍の軽巡二要艦、大同級。1939年11月21日寄港。1941年9月6日浸水。1942年8月8日浸港。1942年10月、ムルマンスクへの医療部隊輸送に従事。スピットファイアに護衛され航行するアルゴノート艦首を破損して、ドック入りしたアルゴノートついで、 地中海へ移動。1942年12月2日、アルゴノートと軽寿命館、オーロラ、シリアス、駆逐艦キベロン、クエンティンからなる旧部隊がシチリア海峡でイタリア船団を攻撃した。イタリア船団は4隻の船からなっていたが、旧部隊は4隻とも沈め、さらに護衛部隊の駆逐艦フォルゴーレも沈めた。月日、イタリア潜水艦、 ラッツァロモチニー語の攻撃を受け、日本の魚雷が命中。ジブラルタルでの応急修理後アメリカへ向かい、フィラデルフィア海軍交渉で修理を受けた。1944年、アルゴノートは、ノルマンディ上陸作戦とドラグーン作戦に参加し、それから英華界で活動した。1944年末になると、アルゴノートは、インド洋へ移った。そこで、アルゴノートは、 ロブソン作戦、レンテル作戦、メリディアン作戦に参加し、スマトラ島空襲を行う空母を護衛した。1945年には沖縄戦にも参加した。1946年にイギリスに戻って予備役となり、1955年にスクラップとして売却された。ジブラルタルに接近するアルゴノート。ありがとうございます。